皆さんこんにちは。新潟県湯沢町で二拠点生活しているデュアルライファー、デュアラーの池さんです。さあ今日は湯沢のね、この皆さん見えてますリゾートマンション、このリゾマンを契約した時の費用の、詳細を皆さんにご紹介しようかなと思います。ですね、僕たちは、前回の動画でも紹介しました短期契約、4ヶ月間の短期契約で契約をしています。なので、このリゾマンの短期の賃貸借契約を結ぶ場合、契約に必要な全ての費用は一括払いになりますと、一括前払いになりますということをご紹介したんですけども、今回僕たちが契約した部屋でかかった初期費用の全額とその内訳をご紹介しようかなと思います。こんにちは。まず最初に基本情報として契約期間は私たちはね、2019年11月の28日から2020年3月31日までの約4ヶ月間の契約です。そして、家の詳細ね、家賃等々ですけども、まず築30年、14階建てのマンションの、4階ですね、2LDK で、67.5 平米の部屋というのを借りております。これの僕たちが今回借りている家賃は7万8000円です。まあ、この家賃っていうのは変動ありますので、その都度確認してください。で、僕たちの家にはガスコンロ、それからガス給湯器、給湯暖房器っていうのが、それから照明器具、カーテンっていうのが、備え付けられている部屋でした。では、その初期費用の内訳明細をね、紹介していきたいと思います。まず、敷金が1ヶ月分です。7万8000円。礼金も1ヶ月分、7万8000円。11月分の日割り家賃なんていうね、ちょっと細かいんですけども、3日分の日割り家賃っていうのも発生しているので、これが7800円。それから、水道基本料金4ヶ月分、これも前払いする必要があります。月々1080円の4ヶ月分、プラス、11月分の日割り3日分、プラスして4428円。それから、いわゆるアパートとかマンションとかを契約したときに必ず発生する保険料ですね。その保険料っていうのが、まあ、1年分で9500円かかります。これは、解約時に残りの残期間分っていうのは返金してくれるということなので、後から返ってくるお金になります。それから、仲介手数料が1ヶ月分だったので、7万8000円。合計で53万7728円、税込みでかかりました。この合計53万7728円という費用が僕たちにとってどのぐらい費用感として目安になるかなっていうと、実は去年2019年に東北と北海道を10日間、車中泊ロードトリップの旅をしたんですね。スキーをしながら、車中泊しながら友達の家を巡ったりとかしたんですけども、その時10日間のトリップの、総費用ですね。あれがね、約30万かかったんですね。なので、4ヶ月間住まう初期費用が50万円ちょっとっていうのは、10日間のトリップで30万円かかってるので、実は僕たちにとってはものすごくリーズナブルに感じているところではあります。これはまあそれぞれだと思いますけどね。じゃあ、2年契約をした場合にかかる初期費用。これね、家賃とかは、月額払いなので、ちょっと一括払いの考え方とは違うんですけども、2年間契約して、いわゆる、諸経費っていうものを全額払った時の総額っていうのも計算してみました。まず契約期間は基本情報として契約期間2年。で、同条件ですね。築30年14階建ての4階、2LDK67.5 平米で、だいたいね、2年契約の場合って、短期契約よりも家賃は1万円安くなるっていうのが大体相場みたいです。なので、6万8000円だったとして計算しました。すると、敷金は2ヶ月分なので、13万6000円。礼金は1ヶ月分、6万8000円。家賃が2年分。これね、総額ですね。2年間、24ヶ月全部払った場合は、163万2000円。それかね、上下水道基本料金2年分。これも24ヶ月で計算すると6万4800円。で、損害保険2年分っていうのがかかります。これは1万7000円。で、仲介手数料が1ヶ月分なので、まあ、約7万円としました。で、保証料っていうのが発生して3万5000円ですね。正確に不動産屋さんからもらった見積もりの数字ではなくて、いわゆる、公開されている情報から、だいたいこのぐらいだろうと予想して計算しています。これの合計が
202万2800円ですね。すると、この当期の短期契約の約4倍ぐらいの費用が、2年契約だとかかるというふうに見込まれます。で、この場合、僕たちみたいに湯沢町で冬の間だけね、冬期間だけ、2拠点生活をするということを考えるのであれば、2年間契約するよりも、その都度契約した方がお得かなというふうに僕たちは考えます。今のところ、長女が小学校を卒業するまでの4回の冬をこの2拠点生活挑戦したいなというふうに思っているので、ちょうど2年契約した時の総費用と僕たちが4回、契約を毎年するのとほぼ同じぐらいの費用がかかるので、僕たちにしてみると短期契約の方がお得かなというふうに考えてます。ただし毎年同じ物件を借りれるという保証がないです。それから毎回部屋探しから始めなきゃいけないという手間がありますね。さらに毎年引っ越しをしなくちゃいけないという大きな手間と費用がかかるので、ここを加味したときに実際に短期で毎年契約するべきなのか、もしかしたら通年を通して契約した方がいいのかなんていうのは、その人の判断によるかなと思いますが、まあそういった、デメリットといいますかね、余計な費用がかかってしまう、余計な時間や手間もかかってしまうというデメリットがあるんですけども、まあこれをいいように考えると、毎回、部屋探しをする楽しみも一つ増えると思うと、まあそんなに苦じゃないかなっていうふうには思ってます。そしてまあ大事なのはその時の条件、つまり借り入れた物件で最大限楽しむ生活を送るということが最も重要なポイントであると僕は考えています。なので来年も同じこの冬だけの2拠点生活をまたチャレンジしたいと思っていますが、その時も同じように短期契約でいい物件、できたら今住んでる部屋、同じ部屋が空いてるといいな、あるいはちょっと違う物件のね部屋を探してみたりとか、楽しみながら来年も湯沢町に来れるように頑張ってみたいと思います。というわけで今回は湯沢のねリゾートマンションを借りるのに、短期契約にした場合一括で一体いくらぐらいかかるのかなっていう目安になるような情報として今回ご紹介させていただきました。ぜひ二拠点生活を雪国で検討されている方は、新潟の湯沢町、そしてこのリゾートマンションね、このぐらいの費用で借りれることができますので検討してみてください。次回は、1ヶ月住んでみてかかった生活コストですね。その辺も一体いくらぐらいかかるのかな、暖房費いくらぐらいなんだろう、電気代いくらぐらいなんだろう、それからガソリン代とかね、食費とか、もろもろのコストを、まあ、私たちの生活の中でどれぐらいかかったかっていうのをご紹介したいと思いますので、楽しみにしてください。それではまた会いましょう。バイ。